싸우러 오빠우러 또 결력시대네. 하이 또 잠아 또 잠아. 하이 자 今日お姉さん 皆さんにね プレゼントを用意してきたんですよ。 何だと思う? 今日何の日でしょうか? はい大正解。 今日はバレンタインということで ギリチョコを配ったこともないこのお姉さんがなんとドアラサフロンパオロにギリチョコをプレゼントしようと思って、なんとそんな仲良し2人、そんなに合わせなくてもいいじゃん。今日はほら手作りチョコレートをね持ってきちゃいました。可愛いでしょパオロン。こんなのとか可愛い箱に入ったやつとか色々あるんで、ほらチョコレートケーキも作りました。 これを使う。わざとらしい本当に。これを使って今日はお友達も一緒に。はい。ちょっとパオロ踏まないで、なんか出てきちゃった紙が。缶詰競争というの、サフロ踏んでる踏んでる。ちょっとこの扱い本当に。はい、これを使って缶詰競争っていうのをやってみたいと思います。ドアラと、そうだな、一回そんなにもらいたくなかったサフロ。 お姉さんちょっと傷つくんだけど、そんなことない？あ、ちょっと缶蹴りやってみたかったんだ。ね、懐かしい遊びですからね。さっきのショーでは、ドアラとサウロンに対決してもらったから、今度は、ちょっとね、サウロンよりもさらにさらに食い意地の張ったパオロンに頑張ってもらおうかなって思うんだけど、やってみる？パオロン。できる？じゃあ、ドアラ対パオロン、どっちが？ お姉さんからのチョコをいっぱい積み上げることができるかということで、ちょっと2人だけだと心配だから、お友達にも助けてもらいたいと思います。じゃあ、ドアラと一緒にチームになりたいよってお友達、はーい。じゃあ、ドアラ1人選んできて。はい。はい。手挙げててくださいね。あんまり時間ないから手挙げるんで。 やってみようか。ね、頑張ろうねって言ってくれました。やり方わかるかな？カンカンをこうやって縦に積み上げていく。知ってる？やったことある？OK。じゃあ、ドアラはそっち。パオロはこの辺に積み上げていきましょう。制限時間は30秒。さっきもやったんだけど、 やり直しになっちゃうから、その辺もちゃんと計算して、ドアラ絶対邪魔しちゃダメだからね。それじゃあ30秒、空き缶じゃないよ、チョコレート。ね、お姉さんからのバレンタインチョコレート対決、よーい、スタート。パオロは応援するだけでいいの？ね、頑張れって応援して、お友達が頑張ってくれてますね。 ドアラちゃんと手伝いしてる？お友達にね、迷惑かけちゃダメですよ。おー、頑張って。あんまりね、早く積みすぎちゃうと、最後の最後に倒れちゃう場合がありますから。それじゃあ、あと5秒、5、4、3、あー、倒れました。はい、終了。はい、パオロン終了で、もうおしまいです。 皆さん、ご覧の通り、だからお姉さんが言ったよね、あんまりね、高くしちゃうと倒れちゃうんですよ。でも、最後に、お友達がね、ギリギリで、2個積んでくれましたから、ね、お友達は残念だったけど、今回はドアラチームの勝ちです。拍手！本当に悔しそう、お友達。じゃあ、まずは、勝った方のお友達に、サウロン、 持ってきてくれる？じゃあプレゼント。はい、大丈夫。はい、じゃあお姉さんが。はい、じゃあドアラからお友達にプレゼントしてください。落としたよ、なんかサウロン。2個あるみたい。はい、じゃあ負けちゃったお友達にも、じゃあパオロンからもらおうか、せっかくだからね。協力して、落としちゃった、2個あるからね。はい、協力してくれてどうもありがとうございました。大きな拍手。